今回は、ここに来て自分の正義に迷いが生じている気軽に感情移入する読者の反応集を紹介します。皆さんの意見もぜひぜひコメント欄で教えてください。それではどうぞ。正義が試される時が来たぞ時期。そんな汚い上層部がいる組織の要職になっちゃったんだから仕方がない。ぶっちゃけ気軽だってバカじゃないんだから。ずっと所属してれば組織の闇や天竜人の悪用ぐらいは知ってただろうし今更手のひら返して友達救う、なんてできるのか？あくまで他人と身近な人間が直接被害合うのとではまた変わってくるんじゃないかな。それはそれで海軍対象としちゃ虫のいい話よな。そんな筋通ってない真似するぐらいならもっと早く離反してるでしょ。でも今の任務でやたら知り合い友人殺したくねえと言ってるし、戦闘丸とボニーのこと優先的に考えてるから限界来てそうだよ。限界来てても報いなんじゃないかねえ。正直。一応世界の治安維持する組織にいるのにそれが報いとか救われねえな。天竜人や五老星に対して未だにきっとそんなに悪くないはず。っていうのが結構いるのが面白い。悪くないところはあるかもしれんけど、取り返しのつかないぐらい悪いこと重ね続けてる。悪くないというわけではないけど単純にこいつら排除すればいいみたいな話でもないんだろう。そうでなきゃガープや赤犬みたいな狂犬がおとなしく従うわけないし。超新星の中で一番悲惨な過去だなボニー。残ってるのはウルージさんだけか。最悪の世代に悲しい過去ってあったっけ？ああ、ローはあったね。きっとトキラーの思い人が抗争で死んだくらい。おじき前に寝てた時ももうしばらく起きれなさそうとか言ってたけどやっぱピンピンしてるんだな。カイドウほどじゃないにしても硬いな。どっちつかずの正義だけどさすがにどっちつかずっていうわけにはいかなくなってきたんだろ。えらい弱々しい顔になってたなおじたか。五老星には序列ないんじゃないの。建前とはいえレベリーの時にそういう説明あったはずだし。ワンピ終わりそうって聞いて最近最新刊まで読んだけど全然終わりそうになくない？5何年かかるんだよラッテル行くの。ああ、Xヘッドの次はエルバフだ。あと数年かな。だいぶ終わりそうな雰囲気には入ってるだろ。社畜だからって家族殺せってのはないでしょうよ。家族より仕事取る社畜は多い。海賊時代なら殺しもあるかもしれん。まだ終わらないけど着実に終わりには向かってる最近はそういう感じ。ボニーのこと心配してるしもう敵にならないよね。